以前どんぐりで作ったトップウォーター、結構これねいい感じで釣れたんですけど、ちょっとね劣化がここねひびが入ってきちゃって劣化してるんで、ちょっと分解して、次に生かそうと思います。はい、よし、このね、どんぐりトップウォーターがくれたからこそ、まあ後の花豆ちゃんとか、まあこのねピーナッツのね落花生のこいつができたので、すごくね、この子のおかげで僕のルアー作りは幅が広がりました。ちょっとね、割っちゃうのはちょっと忍びないんですけれども、あこいつも結構釣れたんでレジェンドルアーに加えたいと思います。じゃあごめんねどんぐりちゃん、これ半分に割ります。ちょっとこれをもうちょっとしっかり止めて、よし、ね、あのバルケインのクーガをコピーした後に作ったんで、ちょっとその影響が出ているルアーです。トップウォーターですごくね、宮城はブラウズビレッジで何匹も釣れたルアーなんですけど、ちょっとね、割ってみたいと思います。今ねホビールーターで、真っ二つにこう切り目を入れたんでね、よいしょ、ました。はい、なんかこんな風になってました。これですね、この作り方としては、まずどんぐりの周りに、ジェルネイルコーティングをして、そして、お腹のところに穴を開けて、そこからどんぐりの中身を、ナッツ部分を全部掘り出しました。掘り出した後に、前後のね藍を入れていって、中で、絡ませる雑魚インターナルツイストで、前後の藍を中同士にしました。そして、そこにウェイトを入れたんですけれども、ウェイトが、こっちまで来ちゃうと、偏りが激しかったり、ここの、ワイヤーに引っかかってしまうことが考えられましたので、ちょっとしたこの板で隔壁を作ってですね、この 4mm のタングステンボールがこの中にね、とどまってラトルするように作ったものです。そして、これは最後に入れたのかな。最後に、リップをつけて、それをちょっとバルケン風味にしたけど、もうちょっとでかくてもよかったかなっていうふうに。ルアーですね、はい、こんな構造ですね、はい、まあこいつも作り方は同じで、周りをジェルネイルコーティングして、そして、こいつはね弱いんで内側もコーティングして、前後真ん中もつけて、そして入れたとね。まあ、これでねルアーになっちゃうんで、今年はね、どんぐりシーズンまだまだ先ですけど、いろんなどんぐりでね、ルアー作ってみたいと思います。はい、どんぐりちゃん
がとう。じゃあどんぐりルアーの、解剖でした。